サイコさんを調査、有料着席サービス。最近、大手私鉄において有料座席指定列車の運行開始を目にする機会が増えてきました。対象とする有料着席列車は、長距離移動の優等列車が該当する特急系と主に通勤時間帯の着席サービスであるライナー系の両方を含みます。注目のランキングスタートです。18位、旧シート東京急行電鉄です。登場は2018年12月です。6020系のうち1両をロングシートからクロスシートへ転換し、大井町発田園都市線直通の列車として運行しています。第17位です。拝島ライナー西武鉄道です。登場は2018年3月です。小平拝島駅間全線開通50周年を節目として運行を開始しました。第16位、京王ライナー京王電鉄です。登場は2018年2月です。2019年2月から朝の時間帯の上りの運行も開始しました。同率14位、ライナー京阪電気鉄道です。登場は2017年8月です。エレガントサルーンの愛称を持つ8000系車両で運転しています。第14位、プレミアムカー京阪電気鉄道です。登場は2017年8月です。表紙にプレミアムカーのデザインを型押ししたモレスキンのオートブック発売中です。第13位です。エストレイン西武鉄道です。登場は2017年3月です。もろもろの角質を乗り越え、西武鉄道の列車が東急線内を走ります。第12位です。モーニングウィング号京浜急行電鉄です。登場は2015年12月です。当時16年ぶりに久里浜線内に通過駅のある列車の復活となりました。第11位です。 TJ ライナー東武鉄道です。登場は2008年6月です。登場本線の有料列車は過去にもあり、フライング登場の名で運行していました。行楽列車でした。いよいよトップ10に突入です。レッドアロー西武鉄道です。登場は1993年12月です。新宿線系統のレッドアローは小江戸号と呼ばれます。第9位です。ウィング号京浜急行電鉄です。登場は1992年4月です。京急蒲田駅、京急川崎駅、横浜駅も通過します。第8位です。モーニングライナー京成電鉄です。登場は1985年10月です。スカイライナー車両を使った通勤ライナーです。第7位です。イブニングライナー京成電鉄です。登場は1984年12月です。モーニングライナーの約1年前に運行を開始しました。第6位です。レッドアロー西武鉄道です。登場は1969年10月です。池袋線系統のレッドアローです。2019年3月から新型特急車両ラビューへの置き換えが始まりました。第5位です。ミュースカイ名古屋鉄道です。登場は1961年7月です。当初は快速特急として運行していました。最高運転速度は 120km、 名古屋中部国際空港間を最速28分台で結びます。第4位です。南海座席指定特急列車です。登場は1952年7月です。種別ごとに搭乗年を調査する意気込みでしたが、別の機会に譲ることにしました。第3位です。東武座席指定特急列車です。登場は1952年4月です。1950年代は私鉄各社における特急車両の芽吹きの年代といえます。第2位です。小田急座席指定特急列車です。登場は1951年8月です。1948年から特急列車の運行が開始されましたが、1951年以前は座席定員制で指定制ではありませんでした。最も歴史のある有料座席指定とは近鉄座席指定特急列車です。登場は1947年10月です。
前回の列車の長さに続き近鉄が1位です。国鉄、私鉄を通じ戦後初の特急復活でした。近鉄、偉大な企業です。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。感想お待ちしています。